これで完成ガンダムエクリプスだおーできたー <laughs> このやっぱプロポーション。これがね、すごく特徴的です。武器を持たせて、アクションモビルアーマーに、変形変形完了めっちゃ見事だね <laughs>。結構ボリュームがあって、いいね。こういう角度で見るとめっちゃかっこよー続々登場。マスターグレードシリーズ。 ォタファの決めつけちゃうォタファの鼓プらを崩せどうかご覧み皆さん、こんにちは、ォタファです。今日買うキットは、これだ機動戦士、ガンダムシードエクリプス。マスターグレード、ガンダムエクリプスだ <laughs> おー、全国のガンガロウ、集結せよそれからちびっもぜひ、大人と一緒に見てね。それでは、早速レビコ行こう知らない人もどうぞ最後まで見てください。 いや、大多数の人がこのガンダムなんだかね、よくわからない人多いんじゃないかなと思います。まあ、知ってる人もいると思うんだけどね。これは、えー、まさにね、シードの、機動戦士ガンダムシード、シードデスティニーの間の物語がまさに今コミックでスタートし、その終盤の物語を劇場版でやろうっていうことがね、今企画が動いたところのお話となります。で、これがその物語に登場するガンダムエクリプスです。 いやーなんかこれ、シードっぽいようなっぽくないようなさ、なんか初めて見たとき、クシーガンダムみたいだなと思った。でもね、かっこいいですね。これね、可変モビルスーツとなっていて、高機動型というかね、機動力に特化した機体となっているのかなという感じですね。パッケージの横、これがモビルスーツ形態ですね。うん。なんとなくこう、クシーっぽいっていうのはちょっと分かっていただけるかと思います。ちょっと似てるよね。で、変形すると。 おおこの変形ギミックめっちゃ楽しみだね。でね、ちゃんとフレームも、おえー、再現されています。箱ね、結構、なんか、重量感あるな判定側はこんな感じ。改めてこのソードとか、さっきシールドが。うん、あ、これね。なんかグリーンのエフェクトってさ、シードにしちゃ珍しいよね。あ、で、この機体は何と言ってもね、このストライカーパック。過去に発売されたやつとかを装備できるんだよね。すごっ。開けろ 開けろじゃーん。おー。箱パンパンにキットが入っています。ランナー見ていこう。フレーム。このようになって。んあフリーダムガンダムバージョン2って書いてあるね。あ、フリーダムのフレームも一部使用するんだ。えー、これが外装のパーツとなっています。ここはちゃんとエクリプスって書いてありますね。面白い。これランナー見てるだけでもとっても楽しいぞ。これも外装のパーツ。 で、これもエクリ、これはエクリプスのフレームとなってますね。今んところホワイトに、え、フレームパーツといった感じですね。これもフリーダムって書いてある。こんな感じ。で、これもフレ、フレームですね。エクリプス。お、ちょっと外装の色が出てきた。ブルー。うん。発色のとても良いブルーですね。このようになっています。あとあれだ。お馴染みのスタンドがありますね。 こんな感じとなっています。そうか、モビル何。何変形した後ね。うん、ディスプレイするんだ。うん、他にも色プラ。かなり濃いめのブラックに近いグレーとか、レッド。それから、あー、まあ、フレームのパーツがね、このようにあります。そして、えー、これが、えー、スタンドかなで、シールは、えー、このセンサーの部分だけですね。すごで。あとはシールがたくさんあります。そしてこれが最後、ブルーに、 おお、エフェクトのグリーンですね。キットは以上。あ,あとね、プレミアムバンダイでね、そう,そうそうそう、このパック、マニューバーストライカパックの拡張セット。これの予約は始まってましたね。僕これ予約しました。今回のガンダムにね、えー、取り付けられるやつです。説明書見ていこう。頭部周り。この辺を組んでいくと。こんな感じで組んでいき、えー、これで、えー、上半身の完成。それから腕。 ちょっとまあ、パラーっと見ていきましょう。うん。組み立ての工程的には、あ僕はよく可変モビルスーツ組むとき言ってるんだけど、まあ、各部のすり合わせをね、よく行った方がいいですね。自分が組んでるときに、今は自分はどこ、何を組んでいるのかね。どういう、組んだ後どういうギミックがあるかっていうのをしっかりこう把握しながら組んでいくと、まあ、ミス、組んだ後のミスが少ないかなという感じです。トランスフォーベーション、変形工程が書いてありますね。 今日どうするあの、変形しちゃうからレビューするか、先にモビルスーツ形態からレビューするか。どっちがいいかなやっぱ最初はモビルスーツの方がいいか。モビルスーツからちょっとレビューして、これ変形させようよ。ああ、めっちゃ楽しみ。結構今工程あったぞ。うん、あとはね、ストレイカーパックとかね、いろんなの取り付けられると。拡張性高いね。この、えー、ガンダムね。といった感じです。さあ、組み上がるとね、こうなります。もう組んじゃおう。組み立てると、 こうなりますこれで完成ガンダムエクリプスだ <laughs> おーできたー <laughs> ゆっくりパチ組みして、えー、墨入れを施して約4時間ぐらいでできました。可変機ということもあって、少し組み応えが、あの、いつもと違う感じすごくなんか新鮮な感じで組めましたね。近くで見るとこんな感じ。 この色味がすごく多いっていうのと、このやっぱプロポーション。これがね、すごく特徴的です。改めてプロポーションはこんな感じです、うん。本当に独特だね。横。そして、後ろはこのようになってます。早速近くでじっくり見ていこう。まずは頭部このようになっていて、ブレードアンテナが結構複雑になってますね。顔はこのようになっていて、うん、なかなかかかっこいいですね。あとは横に大きく伸びたこのフィンもすごく特徴的です。 で、横から見ると、このヘッドのタイプもね、結構奥行きがあります。肩。あの、さっきも言ったけど、あの、クシーガンダムっぽいっていうのは、なんか、なんか、ここら辺もなんか影響してるんじゃないかなと思います。あとは、えー、パックを装備するときのハードポイントが、ここにもあります。腕周りこんな感じですね。ここは大型化して展開したりとか、えー、ビームエフェクトを取り付けることによってシールドになったりとかします。で、これが武装ですね。で、腰回りこんな感じ。 で、さっきランナーにフリーダムの、えー、ランナーがありましたね。そう、なんか関節周りに、こう、フリーダムのね、うん、あれがあるんだよね。それが面白いなと思いました。足首すごいちっちゃいです。これで立ってます。本当に特徴的だよね。後ろから見ると、こんな感じ。でね、ここにスタビライザー。うん、なんか美容、美容、あの、後ろの、この羽っぽいのがあったりとか、ストライカーパックを接続するジョイントとか、ここは交換して、 他のパックを取り付けるときね、交換したりとかする感じです。さあ次はギミック。コックピットの開閉。このように開けます。中にね、パイロットフィギュアがあって、こういう感じになってますね。次は武装。これがビームライフルですね。ジンラ雷と言います。ここにグリップがあって、このように展開すると。っていうか、ジンラ雷って名前いいね。 左右とも両方同じ造形になってて、マウントする場合はここですね。ここにハードポイントがあります。もしくはこっち。こういったところを両方使えます。さらにこのまま引き抜くとサーベルのグリップが出てきて、エフェクトを取り付けるとこのようになります。こういうギミック面白い。腕のビームシールド。このようになってて、引っ張ると、このように展開します。 エフェクトを取り付ける場合は、黄色いパーツ外して、このように取り付けます。おおこれもいいよね。かっこいいです。武器を持たせて、アクションディスプレイスタンドがキットに付属してたから必須なのかなと思ったけど、うん、一応ね、使わなくてもちゃんと立ちます。さあ次、次ストライカーパック取り付けてみよう。今回ちょっとストライカーパックがあるんで、これちょっと取り付けてみましょう。 こんな感じですね。じゃん取り付けるとこんな感じですね。正面からだとちょっとわかりづらいんだけど、うん、横から見るとこんな感じ。背面にパックを付けるとかなり重量が増すんで、まあ、ディスプレイスタンドにセットした方がいいかなという感じですね。それからソードやランチャーで肩に取り付けるパーツもありますよね。 そういうのは、えー、このパーツを取り付けることによって、こうね、アタッチメントすることができます。これも両肩付いてるし、こう、ガナーウィザードとかね、こう取り付けるような専用アタッチメントパーツもあります。モビルスーツ形態はこんな感じ。さあ、お待たせ。今日のメインですね。モビルアーマーに、変形今回のエクリプスガンダム、オタファーテクニカルレベル、ズバリ、6? 結構ね、難易度が高いですね。体感的にはゼータガンダムと同じぐらいかな。ゆっくり、えー、今日はね、いきます。腰横の武器を外す。そしたら、サイドスカートを一度開いて、ちょっとわかりやすいようにフロントも起こします。このフレームこれをゆっくり、こう下げてください。こんな感じ。で、横に向けて、膝関節、足首を折りたたむ。 ここはね、フリーダムの時もそうだったんだけど、結構ね、折れやすい軸なんだよね。気をつけて、ゆっくり動かしましょう。そうすると、このような形態になります。そしたら、足をね、わかりやすいように一度取り外しました。もちろんね、つけたままでも変形できます。まずちょっとね、これちょっと下げましょう。ここにこの字のロックジョイントがあります。このフレーム引っ張ると、このロックが取れます。 そしたら、このグレーのパーツ。これを上に押し込む。こう。上に入ってきましたよね。戻すときは、ここが詰めかけになってます。これを使って、こう下げると。で、これ上げて、で、ここから面白いんだけど、えー、ここに2つの軸があって、こう、上に持ち上げるような感じでやるとね、今度は反対側がこう出てくる。と。まあ、ここ繋がってるんですね。こう、目いっぱい下げて、 で、この足首の部分ですね。これをこっちに持ってくると。で、さっきのこの字ジョイントと、この足首のところにスリットがあって、この中に入れると。で、この時のポイントは、ここのフレームに対してまっすぐにしてください。ここ足首なんで、こう立たせるときね、調整すると思うんだけど、モビルアーマーの時はまっすぐにする。そうすると、スポットこの中に入ります。ここがコツかな。そしたら、このブルーの、この後ろのパーツ、 これは左右で前と後ろに来るのが、あ、上と下に来るのが違うんだけど、まあ、こっちにしましょう。で、だから反対側はこっちに来てるって感じですね。そしたらこの白いアーマーを倒せば、これで変形完了。そしたら反対側も同様に変形させて左右をここの部分で接続。これで下半身の変形は完了。このようになります。 次は腰回り。まずこのリアスカートを上に起こすと、ちょっと見えるかなロックが外れるんですね。この突起ですね。これが外れることにより、腰を前に持ってくることができます。こういう感じ。こんな感じでしっかり起こすと、ここがね、動きます。そしたらさらにこのリアスカートは、このようにね、ここ、これですね。このクランクで後ろ側にさらに来て、 再び、このジョイントが、今度はここに刺さるわけですね。これで、本体がロックされます。そしたら、このサイドスカートを、後ろに、こっち側に持ってくると。これでね、腰の変形完了。こういう感じですね。こんな感じになります。そしたら、上半身と頭部ですね。ちょっとここ、木流でいきます。あの、早速、頭部を変形させます。 クランク状に持ち上がるフレームがあるので、この上の部分を持ち上げて、ここが回転します。ちょっと片手操作で、ちょっとやりづらいんだけど、こんな感じで反転させて、クランク軸を縮めると、こんな感じでね、顔が隠れます。一度このようにしておき、今度はこのパーツですね。これをちょっと外に出します。目安としてはなんかこの線のところ。この外まで出すと、胸部がね、 こう前方に伸びます。こう。このようにしっかり出して、今度は後ろですね。このブルーのパーツを一回出すと、こういう造形のパーツがあります。これをちょっと上まで持ってきて、これ前に出したことによって、実はもう一段ね。これ見えるかなせーの。この、胸部のところがね、可動するんです。ちょっとわかりづらかったかな。ここ。 ちょっと離れてみるとわかるか。ここですね。さらに曲がるんで、これを曲げたのを戻ってこないように、これでロックするような感じだね。こういう感じか。しっかり入れて、このようにします。これでね、ロックかかります。で、ここの中に隙間がありますよね。これを、頭部をね、首の根元の、ここがクランク状にこう折りたたまれていくんで、このまま押し込んでいくと、こう頭部が隠れると。 で、さっき開いた白いやつをこう内側に戻すと。こういう感じですね。さあ、そしたらね、最後は腕回り。ここかなり細かいです。まずは、腕を引っ張ると、ロックが外れます。ちょっと伸びます。で、肩のここ。これをクランク状にこう移動させて、下に下ろすと、こう隙間ができてますよね。こう隙間ができました。 そしたら、さらに、この肩アー,マーをちょっと引っ張る。これでね、ロックが外れます。ロック外れると、ここの軸で、これが、こういう感じでわかるかな <laughs> こっち側に来るんだよね。面白。そしたら、2箇所のウィング。ここですね。まず一つ。これ引っ張って、軸を出して、正面に向けると、 再び元に戻すとロックがかかります。もう一つはここ。これも引っ張って曲げてまた押し込むと。ここにロックがあります。さあそしたら腕。これ面白いんだけどフレームがね、ここに繋がってます。これを使ってこっちに持ってくるわけですね。で、この部分で回転。そしたら手首をこのように隠して 関節を使ってこっちまでずーっと持ってくるわけですね。この先端の部分に受けがあって、これが凸ですね。ここを噛み合わせると。これでロックされます。で、こうなるわけですね。反対側も同様の工程で変形させれば、こうなり、最後にさっき取り外した武装を このように取り付ければ、変形完了モビルアーマー携帯だおーめっちゃ見事だね <laughs>。変形工程いかがだったろうかうん、ところどころ難しいところもあったんだけど、なんかポイントさえ押さえちゃえばそんなに難しくないかなと僕は感じました。うーん、素晴らしい あの、ガンダムの、この、可変ギミックで、これありそうでなかったというかね、あの、未体験な、うん、面白い形態でしたね。後ろから見ると、こんな感じ。で、付属のね、ディスプレイスタンドにセットしていて、接続ジョイントもね、ちゃんと付属しています。こんな感じ。いいね。ちょっと手で持ってみよう。接続ジョイントは、赤いパーツをね、外して取り付ける方式です。こんな感じ。 ちょっとね、手で持ってみるとこんな感じです。なかなかでかいよ。結構ボリュームがあって、いいね。ああこういう角度で見るとめっちゃかっこよ。これ、ね、なんとなくこう足をこう合わせて腕周りこんな感じで変形させるやつって、僕あのスパロボー結構好きなんだけど、うん、スパロボーのさ、オリジナルのロボットでバルホークっていうのがあるんだけど、なんかちょっとそのバルホークを思い出すね。いい。<laughs> めっちゃ気に入った。 で、各部のね、腕とか足とか、ロックがしっかりしてるし、うん。頭部をね、完璧に隠し切る。このフェイスの動く、動き方とか、うん。ちょっと感動したなこれは、うん、体験したいね、うん。で、後ろにウィングがあります。で、こう、スタンドを使わないでね、地面に置きたい場合は、こうやってクランク式に稼働して、こう、背中まで持ってっちゃえば、こんな感じで地面に置いてね、こう、分度で遊びができます。 いや、めっちゃ気に入ったぞ、これ。うん、かっこいい。これは拡張遊び楽しいわ。エールスライカーパックを接続するとこんな感じ。こう、さらにね、なんかこう、ジェット機関が増します。後ろから見るとこんな感じですね。いや、とにかく素晴らしい。これはね、やっぱデザイン的にも変形ギミック的にも非常に立体映えするなと思いましたね。 これで高速移動とかするんだね。モビルアーマー形態はこんな感じ。あー、ごめん。<laughs> ライフルを表、あの、上と下ね、逆につけてました。グリップが多分上に今来てたと思うんだけど、正しくはこうですね。僕左右でつけるの間違えちゃったかな。本当に申し訳ない。正しくはね、このようにやってください。モビルアーマー形態はこんな感じ。じゃんさあ、そして最後は比較。 続々登場。マスターグレードシリーズ。頭の高さで言うと、やっぱり21センチあるんで、他のモビルスーツと比べてもでかいですね。で、ここにあるのは、連合軍が作った5体ですよね。で、今回のエクリプスは、中立国。あの、かの国ですね。オーブが極秘に作っていた機体。 っていうところを考えると、他の毛色が、うん、他のモビルスーツと毛色が違っても全然ありかなぁと思えてきました。この技術に、このブリッツガンダムのミラージュコロイドだとか、イージスガンダムの可変ギミックとかね、さっき紹介したストライカーパックの、この技術がこう使用されてるみたいです。で、さらにね、さっきフリーダムのフレームをこう一部使ってたことから、なんかこうザフトの、 うん、なんかそういう技術も作ってる。なんかこのオーブの両方ともなんかこううまく繋がってるというかね、うん。なんかそういうの考えると面白いなと思ってね、うん。なんかモビリ、あの、デザインがちょっと違ってもむしろ中立国が作ったからそれでありだなとも思うしね。なんかどっちとどういう風に繋がってるんだろうみたいなね。あの、大変興味がありました。一通りの遊び方はこんな感じ。 というわけで今回の機動戦士ガンダムシードエクリプス。エクリプスガンダムのレビューいかがだったでしょうかこう一緒にね、組んで。あ、そんな気持ちになってもらえたなら本当に嬉しく思います。うん。僕は一通り触って本当にいいなと思いましたね。この変形ギミックも素晴らしいし。 まあね、ちょっと難しいところもしあったら僕の動画ぜひ見てね、参考にしてください。この色使いとかデザイン、この変形ギミック、なんかどれをとってもかなり意欲作なんだよね。意欲的に感じました。普通だとこういう新型ってさ、結構ハイグレードで出してマスターグレードみたいなプロセス辿るけどこれは、これはいきなりね、マスターグレードから出た。そんなところからもね、意気込みを強く感じます。いや、そうじて大満足だね。気になった方、ぜひゲットしてみてください。 今回の動画、面白かったら楽しかった。参考になったという方、チャンネル登録と、熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当にいい励みになります。それから僕は Twitter、公式 LINE アカウントがあります。お友達の追加もどうぞよろしく。あと、どんなことでも結構です。おー、おたまエクリプスめっちゃかっこいいね、とか。あ、物語すごく気になるね、とか。モビラーマー携帯かっこよかったね、とかね。他のことなど、どんなことでも結構です。みんなからのコメントを待ってます。 それでは次の動画でお会いいたしましょう。おとーでしたまたねー <music>